こんばんは。あ、一タワーありがとうございます。寒い。三浦は今日踊ってきました。ちょっといろいろ並行してリハーサルをしなきゃいけなくて、なので今日はそのとあるリハーサルでした。でもまあまあまあね、私は別に全然あれですけど、楽しいです。もうね、眠いんすよ。眠いんすよ。あ、一束ありがとうございます。そう、あ、そう、来週の21日のねリバイバル公演も出演させていただきます。日向さんの生誕祭がある日ですね。させていただくので、明日までかな確か受付が。なので見に来たいよという方、ぜひ。青の卒業公演前だと最後になるのかな、ちょっと分かんないけど確かそうのはず。そういえば今日さ、ローソンのエルチキ、ローソンのチキンの餃子味のやつ初めて食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。あの餃子の中身のソースが入ってるんだけど、そう、それがさ美味しかったので、美味しかったです。おいしめ。21日は祝日だね。何の日？春分の日だ。うん、春分の日。え、そう、エルチキの、そのエルチキって衣があって、中がまあ鶏肉で、でその衣と鶏肉の間に餃子のソースがあるのよ。だから餃子の中身のあのネタがあるじゃん、あのあれが入ってんの。美味しいのよ。美味しかった。いや、毎回気になってて、そう、美味しかったよ。普通に餃子好きな人とか好きそう。美味しかった。そう、ソースインソース、なんか唐揚げくんも最近ソース入ってるインソースのさあるんだよね。うん。あとヤクルト1000 口あとヤクルト1000をね大量に仕入れました。コンビニで見かけたので、大量ってほどじゃないけど、そう、それぞれ少しずつ買ったら、もう今6個ぐらいある。イエーイ。1週間生き延びれるぐらいだから、今日1,2,3,4,5,6、だから18日ぐらいまでの分はある。あ、でも購入宣言なかった。別に買い占めはしてない。うん。新潟だからさ、購入宣言ないんだよね。わかんないけど、なかった。別に。それぞれ違うところから買ってきたから。だから6個全部同じところから買ったわけじゃないから。安心して。
ってんね。埼玉で買ったらお一人様2本までらしいね。あれやん、大宮駅にさあるよ、ヤクルト1000売ってる自販機。たまに準備中ってか売り切れになってるからあれだけどね、結構ガチでね、リピーターだよね、ヤクルト戦、Y 戦。東京は1人1本だった、マジ新潟だからだよみんな。あ、まあスーパーだと購入制限あるよねらしいね、コンビニだとない。ね、お家の宅配もね、なんか前にチラシ入ってたわ。でも結局多分めんどくさがってやんないんだろうなと思って。そうになったね、家にいない時がね、そう私も多いからさ、もう今日からずっと、そうずっとね何かしら予定入ってるからさ、私は夜寝る前とかに飲むよ。寝る前とかお風呂入るときとか、そんぐらい。うん、でもなんかわかんないけど本当に目覚めいい気はするんよな。だからねついつい買ってしまう。まあ、150円ぐらいかな。いい値段するけど。そう。ブーサイク今の。明日ホワイトデー、ホワイトデーなんですね。なんかバレンタインほどホワイトデーにそこまでなんかイベント感がないっすよね。そっか。ホワイトデーはもうバレンタインからもう1ヶ月経ったのかっていう感覚だわ。喉がクルクルします、クルクル。あ、ホワイトデークッキーをいただきました。こんな何本あってもいいですからね。あ、そういえば最近の昨日ちょっとなんかマイブームみたいな話をしたと思うんですけど、そう最近私結構、まあ、最近っていうか結構もうだいぶ前からですけど、お笑いをね結構よく見るんです。最近っていうかもうここ1年2年ぐらい。この前シグナルの時にもおすすめとかしたけど、皆さんお笑いどんぐらい語れますか？私も別に語れるほどじゃないけど、結構今ねマジ一番レベルでハマってるんですよね。なんか頭いいの好きでさ、なんかそうだから漫才、今は漫才をよく見るんですけど、そうお笑いよく見える。なんか私ちっちゃい頃ってお笑いってあんまり面白さが分からなかったというか、なんかそのなんかなんていうの、嫌なことを率先とするタレントみたいなイメージだったの、お笑い芸人さんって。ちっちゃい頃ってさ結構そうじゃん。なんかでも大人になってからその芸人さんというそういう存在
がめちゃめちゃすごいかっこいい職業だなって思うようになって、このアイドル始めてね、うん、ね、なんかそのそう、例えばそのいわゆるさ階段、階段平場、あのなんて言ったらいいの、私たちで言う MC とかですよ。 MC ってうま、面白いこと言おうとしたりとかさ、なんかこう難しいじゃないですか、やっぱり話を盛り、面白く話すこと、エピソードトークもそうだし、うんちょっとごめん、なんか喉がクルクルしてずっとそう、でもやっぱそれをさ、もうめちゃめちゃ面白く話すじゃない、ほんとすっごいくだらない話もすごく面白そうに話すのよ、なんか滑らない話とかもそうじゃん、なんかすごいなと思ってね、それこそロッチさんとね、あの一緒に番組やらせてもらって、やっぱこう何言っても面白くしてくれる安心感がやばいもんね、うん、面白く、そう面白くしてくれる、頭の回転、そう頭の回転がいい人はマジおおってなりますよね、うん、だしいわゆる漫才コントとかギャグとか大喜利とかもそうだけど、そのネタを考える、その人を笑わせる、そういうネタを考えるのってすげえなって思って、純粋にその同じ人前に立つ人間として、人を笑わせるってすごい難しいことだけど、ね、すごいなって思うわけですよ。最近だと R1 ありましたよね。 R1 の R 何の略か分かんないです私喉がそちらの方向に向かうの？無理無理無理、できるわけないやろ。だから私ができないからすごいなって思うわけですよ。 M1 はね、漫才の M ですけど、 M1 をそうだからごめん、なんかちょっと喉が変だわ。水水お水お水、M1 今ねあれなんだよ、アマプラ、アマゾンプライムでね昔の過去の放送が見れるんです。2019まで全部見たな、2022は見れてない、そう2021、2020、2019まで見たもん、ここ最近で。あ、ラランド真空ジェシカ令和ロマンが好きです、初見さん、あのあそこの界隈だ、わかるよ。真空ジェシカさんはM1 のファイナリスト2年出てるからわかる、面白いよね。令和ロマンさんも準決勝のネタかなが好きだった、敗者復活のすげえ、初見さんでわかる人がいたうん、R1 は落語かっこ一人話芸の代表の R らしいよ。そうなんだ、へえ知らなかったうん、そうね、最近ハマってるんですけど、お笑いとか
あと大喜利だね。大喜利好きなんですよ。普通に見るのがね。やるのはもうちょっと自信ないんですけど。M1 ってどんぐらいみんなわかるんだろう。リアルタイムでは全然見てなかったんだけど。ほどほど。いやマジで本当にすごいなって思ってね。ギフトありがとうございます。あ、一本グランプリもいいよね。わかる。今年の優勝がウエストランド。そう、去年が錦鯉、一昨年がマジカルラブリーで、その前がミルクボーイ、その前が霜降り明星。でマイブームなんだよ。そう、ミルクボーイ、いわゆるね、さっきちらっと言ったけど、そのコーンフレークやないかいのさ、そのミルクボーイが2019年のコロナ前なんです。すごいよね。そう、お笑い優勝者歴代全部言えるようにする。でもそれ私多分明日やろうと思えばできるよ。え、お笑い優勝者どういうこと？ R1 も含めてってこと？ちょっとそれは無理だわ。 M1 ぐらいだったら多分できるんじゃない？2001年とかだっけ初回が。中川家さんは敗者復活から敗者復活じゃないわ、それは違うわ、それはもっと後でした。それサンドイッチマンさんだ。中川家さんはトップバッターで1位だったんだよね。うん、箱根駅伝よりいける、それな。うん、そう、2003年。もう全然私の赤ちゃんかとかです。笑い番組めっちゃ好き。多分今までの自分が今までの自分があんまりハマってきてない、そういうとこなんだよね。なんかほんと大人になってから気になるというか、普通に面白いなって思うようになった。昔はそんなに良さが分かんなかったんだけど、その特にそのなんか子供が好きなリズムネタとかは子供がやっぱ好きだけど、いわゆる大人になって分かる漫才、本当に和芸の漫才とか、そうやっぱめっちゃ面白いよね。間違った、2001年からだった。よっと2001年だったらしい。うん、でもそう、最近あんまりテレビは見てないから、うん、だからそう気づいたら終わってんだよね。R1 はだから何だっけ、なんかその時ねちょうど実家でね R1 見た時だから、ちょっとだけ後半だけ見たんだよね。そう、後半だけ見てた。大阪だと結構な頻度で漫才番組やってる。
そう、なんかやっぱその大阪のイメージがあるよね。結局 R1 は誰が優勝したんだろう。田津原理音さん、カードゲームのフリップネタで優勝しました。いや R1 もめっちゃ面白かった。 YouTube でね見れるよネタ。関西系と関東系どっちが好きな。どっちも好きだよ結構。なんかうん、私結構普通に和芸の掛け合い漫才が好き。そうだから最あの M1 出てた人だと今年っていうか2022だとさやかさんとか、去年のだとオズワルドさんとか、あとでもインディアンスも好き。あのまくし立てる感じねうん、なんか YouTube とかでその最近だと YouTube でそのいわゆる公式が上げてる動画とかがちょうどね M1 が多かったんだよね。だからその辺が分かる。 M1 あと今年は R1。 浜上インター一回見たことあるな。結構昔に見たことある気がする。なんだろう、あとそう和芸関西弁で話せる？話せないと思う話せないとちゃうんか分かんない。なんかさ関西弁って京都系とさいろいろあるじゃん。京都弁ねしてはりますのみたいなのとかさ、ね、ちゃうやろっていう普通のやつとさ、普通のやつってか いわゆる多分大阪系のやつとさ、でもその辺が分かんないからさ、マジで西側分からんない、分からんのよね。うん、 M1 か R1 絶対どっちかに出なきゃいけないとしたらどっちに出る。 M1 ですね。一人でやれない、どっちかだったらね。絶対どっちか、どっちも出ないけど絶対どっちかだったら M1 がいい。あ、面白いよね面白そう。実家いた時絶対見てたわ。だからリアルタイムで何見てたっけ、面白そう、あの足元にお手元とかは確かめっちゃリアルタイムで見てた。うん、ねえ、
誰とコンビ組むの、組まないよ、違う違う、どっちかだったら一人で出る R1 よりは誰かとやる M1 の方が楽しそうじゃん。でもまあなんか誰かにそのこうね、難しいですよね。ちなみに M1 はコンビ結成から15年で、 R1 はあのコンビじゃない芸歴10年かななんです。そう、最近できたらしい。あ、そう、ブルゾンちえみさんのね、当時の35億はめっちゃリアタイだったわ。ひのちゃん芸歴5年、確かに、やべやべ。うん、 R1 は本当にいろいろありましたね、あの種類が、ネタの種類が、フリップ芸とかそのコントだったり、もうそのなんていうの、ギャグ系だったり、いろいろあった。全部面白かったな、てか全部面白いですよね。ちゃんと見たのは R1 と M1 しかないんだよね。あ、16年以上が出られる大会やる、そうね、らしいね、すごいよな。サイレント、それ色モネ屋だっけ。サイレントでモノボケで今やってんの。そういえばあれ、あのお客さんがランダムに選ばれた、お客さんが5人笑わないといけないみたいなやつ、あれ今やってんのかな。人集まれないからやってないのかな。うん、懐かしいね。さすがに私はそれ見てた、リアタイ世代ですかね。ちょっと古いかな、でもちっちゃい頃見てたよ。うん、そう、特番とかのやってるかな。そうね、基本だからね、普段そのテレビから得てるんじゃなくて、 YouTube で公式で上がってるものとか、公式の芸人さんが上げてるものとかを基本見てるから、だからうん、一人で見てるとき声に出して笑う人ですか。昔はね全然笑わなかったんだけど、今普通に笑っちゃうんだよね。そう、ははっつってっていう感じで笑うってなる。そう、おすすめ。いや、だ、私は基本そういうこう和芸、本当にあのてか何でも好きなんだけど、そのテンプレートのあのだからそれこそミルクボーイさんみたいな、いやほなコーンフレークちゃうやんかみたいなのとかも面白くて、あとウエストランドさんのね、あのね、そう、警察に捕まり始めてるみたいなさそういうのも面白い、面白くて普通に笑っちゃうし、展開が本当にわからない、そのさっき挙げたあのオズワルドとかさやかみたいな、そういう本当にそのテーマに沿って全然そのネタの仕方がわからないのもが結構好きかな。うん、面白いよね。ランジャタイもう別に普通に好きだよ、
苦手ではない、全然。あの私あれ好きだよ、あのキーキーキーカッパカッパカッパと触れ合いタイムです、好きだよ普通に。だってバカバカしくて笑っちゃうよね。カッパと触れ合いタイムです。結構 見てました。なんかそんなめちゃめちゃ詳しいわけじゃないけど、うん、あとその好きなので言ったら、それこそ YouTube なんですけど、大喜利人たちっていうチャンネルがあって、大喜利をやってるチャンネルがあるんですよ、大喜利人たちっていう。めちゃめちゃ面白くて、そう、それこそあのさっき名前出てた真空ジェシカのお二人とか、令和ロマンのお二人も出てるはず、あと R1 で惜しかった寺田さん、寺田裕明さんとか、あと薩摩川 RPG さんとイエス・アキトさんと、その辺のメンツが出てる大喜利人たちっていう YouTube チャンネルがあって、なんか結構不定期で、不定期でライブ、普通に人入れて客入れのライブをして、それを生配信とかして、なんか最終的に、YouTube に切り抜きとしてあげるみたいな。そう、これ私ね結構それがきっかけかも、最初にハマったの。めっちゃ面白い、いろいろ。寺田さんおもろいよな。あの寺田さんはあれですよ、R1 だと言葉レビュー星1、言葉レビュー星1のやつやってた、不和雷道、不和道のネタのやつ。そう、そう、なし好きのやつね。ちなみにめっちゃアイドルオタクらしい。でも界隈は違う、48じゃないタイプの。その薩摩川 RPG さんとイエス・アキトさんと、あともう一人どんぐりたけしさんっていう人が、あの怪奇イエスどんぐり RPG だっけっていうユニットをやってて、あの3人で、それも好き、うん、ピン芸人がそれぞれ組んでるものをユニットっていうんだよね、ね。そうらしいんですけど、そう、そのね3人のムール貝酒蒸しにしてっていうネタ、それギャグのネタなんですけど、それもバカバカしくて面白いです。うん、そう、だから別にね、なんかそのどのグループが好きとか、どの漫才師が好きとか、どの芸人さんが好きとかがあるわけじゃなくて、普通に最近全般でハマってる。だから全然私も知らない人いっぱいいるし、いや、それこそ米田2000さんとかは本当私とマジで数個しか違わないはず。その誠さんの方は、あのパッツンの方パッツンのちっちゃい方、パッツンのちっちゃい方、確か私と本当ちょっとしか変わんなかったんじゃなかったっけな。めっちゃ若いんだよね。そう、いくつだっけ、いくつだっけ、1999年だから22歳とか、1999年3月25、だから20、もっと、もうちょい上か、
加宝ん私が2002年6月生まれなんです。2だから2、3、4、3つ4つ上かな。だから23、4か。若いっすよね。ね。そう。誕生日で23？めっちゃ若くない？今22歳でしょ？つまり。はい、若いですよね。すごいよな。そう、1999年だから全然 NGT メンバーの多分平均年齢ぐらいだよ。そう。そう、めちゃめちゃ若いけど、そう、結成2年とかで2、3年で決勝初めて行ってみたいな。すごいですよね。そう。絶対に成功させようねの人ね。米田二千ね。うん。出た。もうコントもね面白いよね。今度もやっぱ面白い。うん。むせた。最近は漫才の方がよく見かけることが多いな。待って。99って日向世代？ね、どうだっけ。でもそうかな。あ、でも今言った米田2000の誠さんは99年の早生まれだったから、だから98年代じゃない？2002年が三村で、2001年が夢たちで、2000年がサーヤたちで、1999年がカホたちで、もう一個上が、学年はもう一個上じゃない？あ、ゆかさんたちの世代かな？あ、そうだね。ゆかさんと同い年です。はい、そう、米田2000の誠さんはゆかさんと同い年。学年はね、でも多分早生まれ、3月25日、めっちゃもうすぐじゃん。すごいですよね。誠さんの方がネタ考えてんだっけな、忘れちゃった。 R1 出てたし、 R1 の準決勝出てた。あ、確かにゆかさんも早生まれか。めっちゃ近いじゃん。1ヶ月ぐらいじゃん。うん。ね、うん、そう、最近ハマってますね。 M1 とにかく M1 がやっぱ面白いし、見れるからアマプラで見てました。うん。
なんか M1 の投資でそのアマプラでね見た時にさ、すごい歌唱力と並べちゃって、歌唱力もこんな感じだなみたいな。女性芸人コンビハイツ友の会おすすめです。見てみます。女性芸人さんってあんまり露出がないじゃない。うん、だから知る機会があんまりない。やっぱ男性の方の方がさ、なんかいろいろ賞レースとかもやっぱ出てるイメージがあるね。あれか W だとまた違うけど。漫才とコントの違い、漫才はセンターマイクがあってどうもーってやるタイプで、コントはあの演技系だよね。その場でセット作ってその場で役になってやるやつ。でもだから漫才でもコント風味のやつあるじゃないですか。ちょっと私コンビニの店員やりたいんだよね、じゃあやってみようか、じゃあ僕こうコンビニの店員やるからお客さんやってよしみたいなのもコント系のやつですよね。そうザ・ W、 あそうそうそう、女芸人だけの大会がザ・ W かなですね。それいつやってるんだっけ、この前やってたっけ、年末だっけ、ザ・ W は分からん、いつやってたっけ。そうロッチさんがやってるのがコント、そうそうそう、そうです。秋くらいか、ねえ、ネタ考えるのすごいなって思う。コントはコントで多分難しいけど、漫才は漫才でまた難しいしね。そういえばロッチさんのコントにひろちゃんも出てたじゃん。そうです。でもあれってさ、なんかいっぱいその大まかな、あれって多分その漫才でもできるん、できそうじゃない、ツッコミ役の人が一人いて、でそうよくやる、よくある漫才のタイプですよ。ね、いや私最近ちょっと喫茶店の店員さんバイトやってみたいんだよねっていうやつ。そうちょっとやってみてくれないっつって、じゃあお客さんやってっつって私喫茶店の店員やるねって言って、でカランコロンカーン失礼します、もうここが新しくできたカフェか大丈夫かなっつって、いらっしゃいませみたいな、あいらっしゃいませ、何人前ですかか最初、何人前、あ何でしたっけ、何ギガバイトですかみたいな、そう U が一番多分確かそう最初そういうボケだったんだけど、でその後そう、あお水のおかわりをお持ちしましたってつぐちゃんが出てくる。その一個前にだからいわゆるツッコミが、いや何人前って何名様でしょうかだろうがっつって、でもう一回はいもう一回やるぞっつって、ねカランコンカン失礼します、あお水のおかわりをお持ちしましたしましたっつって、お水まず先にお水をくださいみたいなっていうやつですよね。いわゆる漫才にもできるタイプのやつ。あれだって中岡さんずっと後ろにいただけだもんね。そうで三村ひののやつはあれですよ、はいもう一回もう一回違う違うちゃんとやって
ちゃんとやってっていう。そう、じゃあトースト、あいトーストを頼みました、トースト頼みましたってね、ボケの人が歌い出すっていう。多分長さ的にはあそこでもうええわでしょうね。どうもありがとうございました。運命のトーストと、あれよく作ったよな、偉いね。作曲、初作曲です、あれ。朝寝坊して遅刻気味の私、サーヤが入ってくのおもろいよな、やっぱめっちゃウケてたもん。あとユナコのあれか、方言のやつか。ご注文伺いいたしますみたいなやつね。懐かしいな、もう去年、え、いつだっけ、去年の、え、いつだっけ、6月とかか、5月か、去年の5月か。あれノーカットで流れたんだっけ結局ね。そう、あれ、あれはコントですね。コントもいいよな。フリップ芸も好きだし、いろんな種類のフリップ芸あるけど、いろいろありますよね。そう、テンポ感とか大事なんだろうなみたいな。面白いよね、 M1 って4分なんですよ。M1 のネタって4分らしくて、4分間でさ、いろんなネタボケとかツッコミ詰め込んでさ、人を笑わせてさ、でそのどん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 こうボルテージ上げてさ、すごいですよね。簡単じゃないよ、何回もやんなきゃいけない。ネタ飛ばした時に相方の人がさ、相方の人って変な言い方か、ネタ飛ばした時に相方がフォロー入れるのとかさ、すごいなと思うよね。うん、でそう、あ、そう、あのさっきちらっと言ったけど、その歌唱力決定戦も生放送で審査してるじゃないですか。でその M1 とか R1 も生放送で生審査なんですよ。なんかそれで M1 をこの前、そのアマプラで投資で見た時に、いやすごいなんかその歌唱力のことを思い出して、でそのでも M1 ってもっとやばくて、その場で順番決めるんだよ、すごくない？その場でなんかくじ引きみたいなのを引いて一人ずつ、しかもその出てきた順番でもう、そしたらすぐやるみたいな。人なんかそのおみくじのさ、こうフルタイプのおみくじポーって出てくるやつで、これでなんとかなんとかなんとかって書かれてて、そうね、控え室にいる人がその場でもう直接で、なんていうの、例えばなんだろう、難しい、そう、言われた人 NGT って言われたら、もうその場で控室から出て廊下歩いてスタジオ入ってせり上がりみたいな。すごいよね。ずっと待機してるの怖いやん。でもっと怖いのがあって、敗者復活があるんですよ。 M1 も R1 も、ちょっと R1 の仕組みわかんないけど、その M1 敗者復活ってどういう仕組みでやってるのか私最近まで知らなかったんだけど、敗者復活がそのテレビ局の近くの野外でやってて、
野外でお客さん入れてやってて、めちゃめちゃ寒い中ですよ、12月20とかの時ですから、週とかですから、めちゃめちゃ寒い中ずっと待ってて、朝から昼からやって、でそのおみくじの中に敗者復活組っていうおみくじがあるんです。おみくじっていうか、その順番が、だからその一番最初に出る可能性もあるし、一番最後に出る可能性もあるんです。何番に出るかも分からなくて、他のそのファイナリストの人たちと同じ確率で出てくるんですね。順番が分かんないんですよ。だから敗者復活組もいつ自分たちが呼ばれるのかも知らないので、敗者復活って視聴者投票で1位な人なんだけど大丈夫敗者復活、敗者復活できるのは一組だけなんですよ、視聴者投票で。でそれで、どうなるかって、そのなんていうの、まあ昼とかから始まるわけ。昼に復活、敗者復活戦がやって、視聴者投票終わって、もうずっと待ってんの、結果も知らないまま。でそれで敗者復活組の札が出た時に、敗者復活組のその敗者復活する組を発表しますみたいな、その場でだよ、その場で発表されて、で、でなんとか誰々1位誰々、それではスタジオにお越しくださいっつって、もう直向かうの、その場は。もう1分後2分後3分後とかにはもうネタ披露してんの、やばくない、すごくない、やばいよね、そのスピード感すごくない。いや私たち歌唱力なんかはもう直前までずっと歌ってるわけ。うん。でそのいわゆるその敗者復活戦でやったネタをもう一回やるんだよね。あ、そう、敗者復活の時に、敗者復活戦で昼ぐらいからやってるんだけど、前番組でね、その敗者復活したネタをもう一回やるんだもう一回やるんだ確か。うん。で視聴者投票だから、その人気な人とかもそうだし、普通にお笑いファンの人はもうなんか面白い人入れるみたいな話らしいですね。そう、でもほんとぶっつけ本番だよね、すごいよね。うん、いつ呼ばれるかわからない。歌唱力はもうさ、昔に決まってるじゃん。昔っていうかさ、事前に第1組1番2番3番4番があるじゃないですか。そう、上位、点数順上位3組が2回目のネタをやって、ファイナル最終審査で、その3回目は得点制じゃなくて、3回目じゃないわ、その3組、上位3組は得点制じゃなくて、審査員の方が3組の中でどれが一番面白かったかを、なんとか誰々っていうやつなんですよね、審査が。面白いよね。そう、ネタ順そう大事。なんかだからそれはもうね、 M1 は言ってた、トップバッターは不利って言ってた。でそれで第1回の中川家さんだけトップバッターで優勝してるらしい。そうね、 M1 史上最高得点がミルクボーイさんだったのね、90、もうみんな97点90、97点96点99点みたいな、ほんとそんな感じだった。うん、そうね。でも確かになんか
その年2019年ミルクボーイさんって一回もテレビ出てなかったらしいんだけど、すごいよね。テレビ初めてのテレビ出演で M1、 初めてってその年初のテレビ出演で M1 優勝して、今結構あれらしいね、あの関西の方で活躍されてるらしい。基本拠点をそっちに。コンフレーク売り切れたんだっけ、社会現象じゃんそう、まあ、来年はリアタイしたいな。来年ってか今年か、今年末。うん、最近だからお笑い結構ハマってますっていう話ね。大喜利むずいよね。大喜利本当に一般人のド素人が優勝する日も来るのかな。一般人のド素人はそもそもファイナルに残れる実力を持ち合わせていないと思う本気でやったら分かんないけど、だってさ歌唱力もさ、そうなのよ。やっぱ初めての時ってめっちゃ緊張するし、経験がないとステージでどういう、例えばお客さんがいる場所でどういう風に届けたらいいかとか分かんないじゃないですか。多分お笑いもさ、笑い声があるじゃん、お客さんがいると。だからどんだけ練習してどんだけテンポ良くしても笑い声で一回多分演者側は待たなきゃいけない時間があると思うんです、次のネタ行く前に。そういうのって経験がないと正解わかんないから、うん、めちゃめちゃド素人がポットでやれるもんじゃないんだろうなってなんとなく思う。うん、あくまで推測ですけど、でもまあそうじゃないかなって思う。アイドルもそうじゃん、その公演も初日は歌って踊って笑顔でいるだけで精一杯だけど、どんどん慣れてくうちにね、レスファーサができたりとかができるようになるわけですよ。うん、ね、まあなんかそういうちょっとね、あまりにもダークホースが出てきたらめちゃめちゃ面白いよね。うん、でもやっぱプロはプロなんじゃないですか。大喜利とかやってみたいけどね、面白くできる自信がない。一回ショールームでやってみるのは面白そうだけどね、ホワイトボードあるし。試してみる。全然できない、クソつまらんめちゃくちゃつまらん答えしか書けないけど、多分。よいしょ、ホワイトボードがあります。あれ、でもペンがない。あ、どこやったっけ。ペンがない。なんでペンがないの。どこ置いたっけ。この前使ってどっか置きっぱなしにしてた。見当たらない。まあいいや。よいしょ。
ッチがめっちゃ邪魔。これ出るかな。出なさそう。出た。よいしょ。よくじゃ。よいしょ。もう一回ね、もうプロのさ凄さをさ実感しようぜ。大喜利何がいい？一個やってみようぜ。なんか大喜利のお題検索した方がいいかな。みんなからもらう方が面白いかなと思ったけど。よくしょ。お題、あ、みんながお題出すの？ええん、私がお題出すの？えみんなが、え、知ってる？そういえば LINE でさ大喜利の答え出してくれるねアプリがあんだよ。アプリじゃねえわのがあんだよ。すごくない？大喜利人工知能公式アカウントっていうのがあってね、すごいんですよ。でお題出してもらおう。え、むずいわ。1101001000万102万13年発表の流行語大賞。むずむずむず。2013年の発表の流行語大賞。わからん。2013年の流行語大賞何？あ、もうダメだ、全然出てこない。てか流行語大賞って何、最近何が出てたっけ。ワンチームぐらいしか思い出せないんだけど。無理、ちょっとむずかった。ちょっと別の試してみよう。え、わかる。謎かけってすごくない？お題おもろいな。あだ名は？どうしても銅メダルしか取れないやつのあだ名？なんだろうね。無理だな、全然わからん。の答え。ちなみに AI の回答、確かに。どうしても銅メダルしか取れないやつのあだ名は？ちょっとよくわかんないんだよな。たまによくわかんない。
どういうことでしょうか。サッカーわからん。写真で一言の他の方がさできるんじゃね。結局さ死後の世界に行く方法を教えて死後の世界に行く方法を教えて。むず。死後の世界に行く方法を教えて。むず。死後の世界に行く方法を教えて。イラストでやっちゃった。どんなお題これ。むず。ちょっとさ AI さんの AI さんに聞いてみよう。お題出してみよう。死後の世界行く亡くなっても呼吸を続ける。ちょっとおもろいのやめてほしいね。死んだ後も呼吸を続ける。ちょっと何言ってるか分かんないけど。問題。ボリュームファンであるある。おもろ。何そのお題。NGT48 劇場がリニューアル。何が変わった？NGT48 劇場がリニューアル。何が変わった？支配人。座布団一個。これ結構面白くない？これ私すぐ書けたけど。おもろいと思うな。ブラックジョークが好きです。柱がなくした柱をなくしたいらしい。NCT48 劇場がリニューアル。何が変わった？面白い。お題もさなんかちょっとこう面白みが必要ですからね。ロッカーが値上げした。今いくらなのこれ。NCT48 劇場がリニューアル。何が変わった？なんだろうね。NGT48 劇場がリニューアル。何が変わった？影穴。
なの謎のもう一回いきます。 NGT フォーテッド劇場がリニューアル、何が変わった？やむを得ない場合を除かなくてもございました。あれ一生謎じゃない？やむを得ない場合を除き椅子の上に立ったり、やむを得ない場合っていつだよっていう。4回洪水、ネズミが出てくるとか。席を立って移動する行為は危険。そう、やむを得ない。思えない場合気になるよね。ロッカー200円なんだ。え、地震で椅子の上に立つ？次のお題。やむを得ない場合とは？椅子の上に立たなくてはいけないやむを得ない場合とは？椅子の上に、なんだっけ椅子の上に立たなくてはいけないやむを得ない場合とは、メンバーのサインボールがめちゃめちゃ剛速球だった時。面白い回答あるかな。姫に立てと言われた場合、一本。煽りでみんな椅子の上に立ってと言われた。テレテレテテレテレテテレテ。チェ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 、皆さんこんにちは。リバイバル公演始まりました。みんな椅子の上に立ってね。チャラチャチャラチャ。やむを得ない場合ですね。あ、笑ってる。よっしゃ、やった。劇場で最後尾、とんでもない今日の劇場の優勝は本当、
劇場公演の今日の優勝は本当に優勝だった。なぜ後ろの方に卒業メンバーが勢ぞろいしていた。イエーイ。安藤さんが心配してずっと寄り添ってくれた。じゃあもっと分かりやすいお題、ガチラスト。こんな NGT48 は嫌だ。こんな NGT48 は嫌だ。なんだろう。書けない字が書けない。とは嫌だ。ノリノリゴリラの盗賊だ。ノリノリゴリラの盗賊だ。ありがとうございました。ノリノリな面白い、面白いうまい。やったの役おもろ。こんな、こんな NGT さんが一番可愛い。おもろい。 T は嫌だ。生誕祭で全員タッキーじゃないよね。 T は嫌だ。抱いてやっちゃ桜木町しかやらない。富山に引っ越せ。おもろいのありますやん。いやそう、いやちょっとわざとそのあいうえお作文方式のやつやったらちょっと面白がってくれた。やった、満足。いやプロはすごいです。11時になる。やばい、大喜利してたらやばい。13位突破球さん、12位栄太郎さん、11位世界のマスルさん、10位秋野さん、9位ゆきりん55さん、8位犬川さん、5位くじじいさん、4位ゆかわしじいさん、3位しんいちさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。今日も一日お仕事お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。